頭になんか変な付属品ついてるけど無視でお願いね。よっしゃ、じゃあバーダク編のストーリー進めていきましょうかね。前回でようやくあの難しいねミッションをクリアすることができたからね。あれはやっぱドラゴンボールゼノバース史上一番難しいミッションって言われてるね、ネットで調べてみると。いきましょう。いや、そう、難しい、理不尽っていうのが正解だけどね。なんで俺がバーダックの子守をしないとダメなんだよ。ここに来て子守だぜ。おかしいでしょ。ね。手つないで戦った方がいいんじゃない？ありましたよ。おお、トランク探し出したのか。いいね。どうやら、歴史の改変は、これから起こるのか。これから起こるようです。オーケー。何が起こるかわかりませんが、向かってくれますか？向かいますよ。言われなくても行くつもりだよ。君行かないもんね。見つけた瞬間君が行ったら済む話じゃん。まあいいや、その辺のつくめはいいでしょう。さて、次はどこの世界に行くんでしょうか。申し訳ない。しゃ、いいね、これで。恐怖。うわー、ブロリーか。バーダックはこれで終わりね。オッケーオッケー。ブロリーやってきたよ、皆さん。恐怖。伝説のスーパーサイヤ人。ブロリー。やばいね。このステージは初めてやるステージだよ。どこにいんの、ブロリー。変な付属品ついてるけど無視でね。あ、いる！あれ？誰と戦ってんだ？カカロット！いきなり叫んでる。あー、ビーデル、トランクス、ゴテン。積んでるでしょ。この状況結構無理でしょ。オーケー、ブロリーと初対戦、守っていこう。ほら。バーダック確かいない。どこ行ったんだろうね。よっしゃ、ブロリー倒していこう。うわ、やっぱ硬いね、これ。ブロリー筋肉がものすごくあって、ダメージ自体食らわないね。ひるんでくれないね。なんかものすごく動いてんだけど、なんでこれ動いてんの？あの、ダメ！技が封じられた、最悪。あかん、強い！攻撃力半端ねえ。うわ、ボコボコだ、これ。あかんねえ。ハメやめて、ブロリーさんね。ハメやめよ。うわ、全然ダメージ食らってねえし。なんか来てる。うわ、ダメ。必殺技か。よっしゃ、いいね。あ、ひるんでる、ひるんでる。あ、ひるんでるね、普通に。よかったよかった。あ、謎のダメージ。いや、めちゃくちゃ強いね、ブロリー。もともとこんな感じじゃない、ブロリー。わー、オーマイガー。ご飯入ってくれ、ご飯。頼む、死んじゃうよ俺。よし、来たね、ご飯。よし、頼もしいぞ、ご飯。行こう、みんなでボコボコじゃ。ビーデルどこ行った？ビーデルどこ行ったんだ？ビーデルなかったことにされてる。よっしゃ、これは頼もしいね。あ、のよっしゃ、後ろじゃ、ハゲ。カカロット、カカロット、うるせえ。カカロット大好き人間。あかん、クラッシャーボルケーノ、ドラ当たれ、直撃じゃ、ハゲ。おー、イエス。どこ行った？あー、あっち行った。なんかボコボコしてる。あ、俺もボコボコされてる。何これ。急に、何これ。急に結構ボコボコされたんだ。なん、あー、強いな、やっぱ。またファイティングボンバー。あー、技がダメ。技途中に殴られたね。あかん、助けて、ご飯。ねえ、俺ボコボコされてんだけど、俺は助けてくれないの？あ、そういうことね。ご飯、優しさがない。ウルターファイティングボンバー、えい、直撃だ、バカ野郎。何度も調子に乗りやがった、クソ野郎が。おら、どうした？何？あうち！いいぞ、ご飯任せろ。俺がとどめを刺す。俺にとどめを刺させてくれ。どこに行く？ウルターファイティングボンバーで。あ、倒した。ご飯やめろ。俺に倒させてや。ふざけんな。ふざけんな。俺何もしてねえじゃん。どうした？ランカービー。この力はそんな程度じゃないだろう。何、上から目線で言ってない、ベジータ。お前来いや。ブロリーにガクチビリしてたお前が来いや。あ、倒したか？爆発。あ、また。ワームホールや。ワームホールか。ブロリーがまた別の時代に行ったね。とりあえずこの時代はいいのかな、もう。ねえ、トランクス君。さっきもう一人いたよね。完全いたよね。変なやついたよね。紫のやついたよね。あの人どこ行っちゃったんだろう。
先に村に行って飯でも食べてるんじゃないか。のんきだなお前ら。お前らのんきだな本当に。先ブロリと対決してただろ。何この余裕。この余裕ありすぎでしょう。さてバーダックも消えてブロリーもワームホールによってどこか行きましたね。次はどこの歴史に行くんでしょうか。バーダックさんに続きブロリーまで、また歴史が大きく変わろうとしています。そうね、少なくともあの二人が現れた時代がどこかにあるはずなのよ。どこかにあるはずなのよ。ええ、どこかに、どこかに、どこかに。はい、トランクス、またまた頑張れ。この中から探すんだ。それがお前の仕事だ。トランクスもう戦いをやめて完全雑用になってるっていうね。あ、これで終わりかな。はい、一通りブロリー編1回目は終わりですね。わかりました。じゃあ今回の実況もこれにて終わりにしたいと思います。いやー、伝説のスーパーサイヤ人ブロリー、なかなかの強さでしたね。やっぱなかなかダメージが食らわない感じ、跳ね返されてる感じがするね。まあ、最後ご飯がとどめ刺すっていうね、いいとこ全部持ってかれるって。俺正直ご飯のことあまり好きじゃないからね。ご飯ちょくちょく俺の邪魔するからね。完全俺初めてのブロリー戦でさ、普通プレイヤーがなんかとどめ目でカメハメハーとかやって倒すのがこのゲームの醍醐味じゃん。ご飯一人で頑張りすぎでしょう。俺ボコされてんのを助けてくれないっていうね。そしてとどめは自分で刺すという、なかなかピーマン的にはイラッとした展開でございましたが、また次回もブロリー編の方を実況していきますので、皆さんもしよかったら次回また見てね。じゃあバイバイ、キンキンキンタマキンキン、イエーイ。